いやーびっくりだな、レベル72になってさ、思春期になったんだわ。え、めっちゃ可愛くない？ちょっとやばいんですけど。ちょっと待って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 、めっちゃ成長してるんですけど。え？あの可愛かった娘が反抗期をついに終えて、こんな大人に成長しました。可愛い。パパ、撫でてればご機嫌が取れるわけじゃないからね。わあ、すごいね。なんか変わったね、雰囲気が。パパ、撫でてればご機嫌が取れるわけじゃないからね。表情可愛いな。じゃあ足触ってみよう。ダメ！いくらパパでも、恥ずかしいんだから。まだ子供の頃の面影がちょっと残ってるね。じゃあ、お胸。あ！パパ、今触ったでしょ！もう！いつも通りだよ。慣れてるでしょ？かわいいわ、本当にかわいい。え、なんかいろいろ変わってんのかな。お部屋。いらっしゃいパパ。あ、そこは勝手に開けちゃダメだからね。どこだろう、気になるな。すごいね、足めっちゃ長くなってるね。じゃあ見てみようか、愛嬌から。なーにパパ、もしかして私に見とれたのかな、なんてね。おお、成長しとりますな。気品。食べないのか？食い意地張ってないもん。でもちょっとだけ。いやマジ胸でかすぎひんか、本当に。礼儀。襟が曲がってるわよ。ちょっと、もうちゃんとしなきゃダメだよ。ありがとう、感性。料理のレシピを作ってたの。失礼ね、変なものは入ってないわ。あら、すごいね、ほんと変わったね。協調性。子供たちに本を読んであげたら、みんなとっても喜んでくれたわ。え？子供たちの相手をしている。大人の魅力。うん、なんだか最近また胸がきつ…な、なんでもないよ。すごいね、どんだけでかくなっていくの。やばい。やばい、ちょっと。パパ、今触ったでしょ。もう。いや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 。でもセリフなんか。ダメ。いくらパパでも恥ずかしいんだから。なんかセリフは少なくなったのかな。たまたまかな。まあいっか。ちょっとね、娘成長したんでね、早速脱がせに行ってみましょうか。どこだったら脱がせられるかな。アリーナかな。ちょっとアリーナ強そうな人がいたから、強そうな人に声をかけてみようか。自分用ご自由に。この辺りだったらいい勝負できるんじゃない？隠れても無駄よ。うわ、恥ずかしそう。すごい、通常版もなかなかにすごいことになる。毒がどれだっけ。胸の中へ。あなたやりつけて。これは耐えられる。この盾で。もう一度。見つけた。見つけた。まだやれるんだけど。もうこれで聖子ご主人様。一生はどんどん脱がしていくね。でもなんか見たことある子ばっかりだな。私にはまだ早かったのでしょうか。早かった。やっぱ370万あんのか。あ、400万のやつがいる。こいつと戦ってみよっか。こいつだったらなんか脱がせ合いっこできる気がする。行ってみよう。隠れても無駄よ。さあ、うわあ、すごいことになってた。やばい、これちょっとやばいですね。ちょっと赤い子脱がせられる。その赤い子脱がせられなかったか。こいつ脱がしたかったな。いやーでもすごかったね、めっちゃすごかった。やばいですわ、ちょっとこれは。だってさっき見たもんね、この子は。
え、赤い子を脱がしたいけど、これはまだ少し前な気がするな。あ、この子脱がせられるんじゃない？隠れても無駄よ。この子を脱がしたい、この子。この山場さえ乗り越え、私とどめです。え、どうなるんだろう、マジ。緑だってめっちゃ近かったもんね。もう一度見つけた。逃がさない。まだやれるんだけど。今日は特別に見逃した。言うことを聞かない子供。わ、かわいい。こんなところで。まだ成長期の段階だったのかな。でもなんかすごい可愛かったね。ちょっと待って待って待って、やばい。ちょっとみんなちょっと成長しすぎて、ちょっと可愛いんですけど。うん、触りたいのはわかるけど、そのダメだからね。セリフ変わった。ごめんごめん。撫でられるとなんだか小さい頃を思い出すね。もう大きくなっちゃったもんね。うん、触りたいのはわかるけど、そのダメだからね。ずいぶん成長したなってパパどこ見て言ってるのよ。確かにずいぶんと成長したな。本当にすげえな、こんな大きくなるんだね。そうだ、放置ゼリフもちょっと聞いてみよっか。なんかじっと見てたらさ、お胸の動きがめっちゃエロくない？なんかこの優しく揉まれてるような、このグイッと回す回し方よ。何これ、わかる？すごいな、細かいところまで作られてるな、本当に。そろそろかな。あ、あのね、少しは構ってほしいかも。かわいい。ご飯はパパの大好物にしようかな。楽しみにしててね。楽しみにしてる。いやー面白い、本当に。この放置ゼリフがあるのがすごいいいよね。でなんかさ、放置してて気づいたんだけどさ、ハート時計収集日みたいなのが来てる。何これ何これ何これ、なんか来てるんですけど。なるほど、これはこのアイテムを集めて交換するっていう感じのイベントか。なるほどね。こっちはそっか、アイコンがこのままだもんね。だから多分何も変わらんか。ストーリーを読むぐらいかな。反抗期までまだまだだしな。そういえばさ、この精霊とか絆のイベントは何なんだろう、見てないもんね。どうしようか。とりあえず精霊のイベントを見てみようか。あれ？これさ、オルレアちゃんのイベントとかも普通に見ることできんの？あと他のキャラクターのイベントもある。あ、なるほど。他の剣のオルレアちゃんとかを見るためにはそっちをさ、解放しないと見れないんだ。へぇ。じゃあ今回はこのさ、弓を選んだ人だけが見れるイベントになってるんだね。なるほど。どうしようかな。普通のルレアちゃんいつも見てるから、ちょっと大人になってしまったのでね、また小さい頃を思い返すべく、小さい頃のイベントストーリーを見てみようか。1話、パパはバカ。あ？あ？どういうこと？どういうことよ、ちょっと。誰がバカだよ。オルレア、ただいまー。なになに、懐かしいな。
待たせて悪かったな。うん、オルレアね、パパに会いたくて死にそうだったよ。へえ、本当に？パパもだよ。パパ、これは何？え、これはね、弓だよ。弓？うん、ここにある弓を、ここにある矢をこの弓にかけて放つんだ。パパ、オルレアもやってみたい。本当に？じゃあやってみよっか。っていうのは嘘で、ダメだよ、オルレアにはまだ早いからな。チェ、パパはやってもいいのに、どうして私はダメなの？この器具を見てごらん。ほら、矢の先がすごく尖っているだろ。触って怪我でもしたら大変だ。オルレアは怪我しないようにできるの。万が一ってこともあるだろ。それにそれだけではないぞ。弓の持ち方や矢の構え方、基本となる所作、手順があるんだ。オルレアはまだ体もできていないからもっと難しいぞ。オルレアもできるよ。弓はもう少ししてからにしよう。それより今は剣術を学ぶので大変じゃないか。剣は…それ、弓の方がかっこいい。オルレア、弓の練習がしたいよ。はっはっは、いやでもダメなもんはダメだ。弓はオルレアがもう少し大きくなってからだな。パパ、変だよ。え？何が変なんだ？なんで笑いながらダメって言うの？え？それはオルレアの考え方がまだ…パパがダメばっかり言うから悲しいの。パパはずっと笑ってる。なんでわかったの？ほらまた。そうだな、パパが変だ。でもな、オルレアを見るとすっごく笑顔になれるんだよ。なんで？オルレアが面白いの？いや面白いっていうか、うん、面白い。そんなこと言われても、まあ分かった分かった。パパまた。オルレアの真剣な姿も。こんなにおかしいの？まあうん、オルレアは何をしても。あ、オルレアなんで泣くんだよ。オルレア面白くないよ。キスケ、お話聞いてるのに。パパのバカ、アホ。もう言われた。オルレア、そうじゃなくて、オルレア。わあ、面白いね。こういうイベントが見れるんだね。これは弓に変えた人だけが見れるイベントなんで、ここでは1話だけにしとこっか。いやー、あの娘がこんな成長してしもうて、ちょっとおとんは嬉しいよ。おとん嬉しいよ、ちょっと。いやー、ちょっと思い返すのも楽しいですな。